はい、激辛好きな俺の辛食動画始めていきたいと思います。今回は、この一味唐辛子です。S&B 製薬の、製薬じゃない食品の、一味唐辛子を使いまして、なんと、バニラアイスに一味唐辛子を加えようという、わけのわからない企画を、ね、考えた俺なんですけど、なぜか。それにはちゃんと理由がありまして。これですね。なんと、誰かがやってました。というのも、確かリンカーンだったかな。リンカーンでね、これをやってる人がいたんですよ。あの、ほら、変色みたいな、リンカーン見たことある人わかると思うんですけど。なんかさ、変色みたいなさ、自分しかやってない変な食べ方みたいな。の紹介してた、まあ、だいぶ前ですね。1年以上前の、にやってたんですけど、それでその辛党の人がですね、バニラアイスに、なぜか一味唐辛子を全部かけて、食べているという、これがうまいんですよ、とか言って、わけのわからない、むちゃくちゃなね、行動に見えたんですが、しかもこの一味唐辛子ですね、全部入れてるんですよ。これじゃないんですけど、一瓶。ふちっこい瓶あるじゃないですか。あれを一瓶丸々入れてるという。まあ、多分こっちの方がね、量が、多いのかなぁ。わかんないけど。まあ、多分同じぐらいなんですよ、これと。だと思うんで。これをですね。こうやって。こうかけ、ちょっとやばいな。こんなにかけていいもんなのかとか、思うんですが、あえて全部かける。あえて全部かける、うわーって。これちなみに 14g。なんですけど。これ、キチガイだな。キチガイレベルになった。どうなったの？これだぞ。これですよ。ほら。なんだこれ。でね、食い方としては、確か、混ぜて食ってたんですよね。ちょっと溶かして、混ぜて食ってたんで。これ大丈夫かな？さすがの辛いの俺好きだけど、ちょっとこれをビビるね。ちょっとこう、ペースト状にさせて、振ってみましょうか。じゃあ、いただきまーす。少なくともうまくはないね。間違いなく。で、辛さがね、やっぱアイスだからね、だいぶ軽減されますね。辛さが。うん。見た目よりはるかに辛さはないです。なんかこの、このさ、この食感がさ、当然ながら、この、ねえ、唐辛子をそのまま食ってる感じがするんですけど、というよりバニラアイスの甘さと冷たさによってほとんど甘みじゃねえや。辛みは感じない。驚くべきことに。びっくりするぐらい全然辛くない。これは、辛党
の人がやるべきことなのか。なんか逆にもったいない気がするよね。こんだけ一味使ってんのに、全然軽くねえわ、みたいな。でもなんか変になんか汗が出てきたんだけど。なんだこれは。全然辛くないのに汗が出てきたぞ。どうなっている？全然辛くないのに汗が出てきた。しかもなんか変な冷や汗みたいなのが出てきた。なんだこれは。なんだこれは。非常に変な汗が出てきた。こんな感じに混ざりました。いい感じに。なんかこういうさ、あの、31でさ、これ売られてそうだよね。売られてそうっていうか、こう、このペーストのさ、これで。ただ楽しいかもしれない。全然楽しくないけどな、これな。ちょっと待って。少なくとも食感は最悪だな、これな。もう、七味唐辛子をジャリジャリ食ってる食感なんで、もうひどいですね。不快感すら覚える。アイス、一味、これ多分ね、どっかで、あったはず。ググったら出るかもしれない。あ、なんかありますね。バニラアイス、あの、クックパッドにね、あの、バニラアイス、一味唐辛子みたいな。一味唐辛子、かっこ一振りですからね。少なくとも。これは。これに紹介してね、一振りです。リンカーンで潜ればあるかな。これで。うわぁ、変な汗出てくるわ、これ。あ、でも唐辛子アイスなんてあるみたいですね。すっげえなんか、食感がさ、目をつぶって食えば黒ごま、ね、黒ごまのソフトクリームみたいな感じなんだけど、目を開けると、恐ろしい光景が。あ、すげえ。島唐辛子のソフトクリームなんてあるの？どっかに。どっかで言ってるみたいですね。あれ出ないっすね。あれリンカーンにあったはずなんだけどな。うわぁ。なんか辛いのか。いや、辛くはない。なんかそう考えると、おかしな辛さになってきたな。変な汗が確実に出てきている。赤鬼ソフトクリームなんてありますね。冷え性解消にもってさ、なんかさ、俺冷え性なんですよ、ちなみに。どうでもいいけど。で、冷え性ね、治る気配ないですね。新潟なんで、しかも。トライに行くよ。冬はもう、大嫌いなんですよね。冷え性のこともあり。なんですけど。で、唐辛子とか食うと冷え性防止とかなるとかさ。あとほら、風呂入るときにさ、
あのさ、入浴剤入れるとさ、あそこに、なんか冷え性解消とかってさ、効能で書いてあるけどさ、嘘つけと。治った試しないぞと。何言ったんだ。アホタレって言いたいんですけど。あれ、確実に嘘だよね。確実に。だってさ、毎日さ、風呂入ってさ、入ってんのにさ、それ入れてね、治んねえもん。絶対。絶対冬になると、もうものすごく指先が冷えるって。なんか辛いんだけど、そこまで辛くない。そうかな。でもまあ、そこまでも汗出てるは出てるんだけど、そこまで出てないですね。そこまで出てないんだけど、鼻水が出てきた。ああ。でも辛いわ。あ、これ分かった。食ってる間は、うん。アイスのね、冷たさがあるから、まだ、ほら、あーってなるじゃん。あーって、こう、ね。でも、食い終わって、辛いですね、問題は。食い終わってから、こう、こうじわじわっとくるんですよ。しかも特に喉のあたりが。主に。熱い。てか、一味唐辛子これさ、一応辛いんだよね、これね。いや、少なくともな、熱いもの、ラーメンとかにこれ全部かけて、食ったら超激辛だと思うんですよ。確実に。うん。それは間違いないですけど。やっぱ冷たいものにね、うん。かけて食ってるだけあって、うん。だいぶまともですね。これ食い終わってから、ああ、やばい。めっちゃ辛くなってきた。ああ、うわ、うわ、伝説的に辛くなってきた。ああ、口の中めっちゃ辛い。ああ、うわ。うわ、うわ、辛いわ。うわ、うわ、やっぱり一味唐辛子は辛かった。これは、うん、やはりね、あのね、唐辛子系はね、あれですよ。たとえ一味唐辛子が、辛さ1だったとしても、量を加えたら、あの、100になるということが分かりましたね。こ
これ辛さ度数。難しいですね。食ってる間は別にそこまで辛くないんで。しかも、まあ、ラーメンとかと違ってね、あれですからね、熱くないんで、それだけさらに辛さがその、ね、軽減されるんで、それを考えると、でも、まあ、食い終わったところ、時のことを考えて、40ぐらいじゃね？ああ、体度数40ぐらい。うわ、汗が、どっと出てきた。あっつ。いやあ、参った参った。ああ。いやいや。マイヤーズの、バニラ味、ラム酒、かけて食って、ああ、うめえな、とか思って、やっぱりこれ逆に食ったらやばかったね。こっちを先に食ってから、こっち試そうかなと思ったんだけど、やっぱ逆にして正解だったな。ということで、今回は、こっち、40ですね。辛さ薄40。あ、これはもう二度と食わない。食感最悪だし、別にうまくもないし、バニラの味もなんかあんまりよくわからないし、いいとこ一つもないですね。あれ何を考えて作ったんだ、あれ。どこがうまいのかわからない。はい、それではご視聴ありがとうございました。